じゃ、こんにちは。はい、はい、ゆらかさん。はい、はい、今日は2023年度、うん、ね、NPB アワーズ。はい、これはね、まあ表彰式ということで、うん、なんていうの、ベストナインだとか、うん、そういうのは、まあ、前もってね、うん、知らされてたけども、ね、各賞ね、はい、今日は新人王と、ね、MVP 注目はね、ね、まあ、豊さんもね、かつてこの賞に、賞というか表彰式にね、うん、出席した経験は、まあ、経験はあるけどもね、終わりでしょうかね。まあまあ、でも全然雰囲気が変わったしね。全然違いますか。全然違う、うん、まあ、だけど新人王 MVP、うん、ね、これは光栄なことだし、うん、ね、なかなか取れる賞じゃないし、この日にしかわからないというね、この賞に関してはね、はい、誰の手にっていうことだよね。これが本当にね、注目されましたけれども、はい、もう今か今かとずっとね、表彰式見てましたけど、まあそうだね、うん、一番最後に表彰されるという ね、まあ、まあそりゃそうやろうなと思いながら、ね、まあ引っ張られたなという感じはするんだけども、まあ、ね、はい、まあ、いろいろね、予想や皆さんのね、はい、憶測だったりもあったと思うんですけど、まあそうだね、はい、まあ結果は、はい、まあ、どういったことになったでしょうか。今日もね、看板のちいちゃんよろしくということで、はい、お願いします。ね、今日も一生懸命書いてくれましたね、はい、はい、新人王、新人賞、はい、はい、最優秀新人賞ということで、はい、阪神村上投手とオリックス山下投手で、はい、はい、ね、ご両人どうですか。まあね、村上はね、うん、なんかこう対抗馬がなかなかいないというようなところで、うん、まあ本当に力を発揮したというかね、うんうんうん、まあ実質こうなんていうの、純粋な1年目ではないんだけども、はい、プロ生活は何年か送ってて、うん、まあだけどいきなり出てきて、いや本当そうですよね、この活躍というのはちょっと度肝抜かれたし、うん、まあ、何しろこの安定感があったという、うん、で防御率のタイトルにも輝いたしね、うん、まあ成績をざっと言うと、うん、はい、今シーズンね、今シーズンの成績は22試合登板の10勝6敗、はい、はい、防御率 1.75 という素晴らしい成績ですけれども、いやだから素晴らしい成績だなと思ってね、うん、まあ他球団に目をやったとしても、なかなかこの村上をね追い越せる、まあ台頭並ぶ迷う、うん、そういう対象っていうのはなかなかいなかったよね。もう新人賞は村上投手かなっていう、まあセリーグの場合は、うん、まあ一択だったかなというような感じがするよね。なるほど、だからもうこれはいろんない、なるほど、まあみんな多分いろんないと思うけども、うん、さあオリックスの山下俊平太、はい、おめでとう、おめでとうございます。 ね、まあ結構不安だったと思うよ。いや選ばれるかどうかっていうことですよね、うん、で俺もすごくどっちが選ばれるんだっていうさ、うん、なんかこう後半にどん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 力が出てきた投手が楽天にいたんだよね。はい、で渡辺翔太、うん、豊さんで、ね、が取るんじゃないかなと思ってたんだけども、ね、成績をさ、ちょっと何試合に投げてんだ、51試合に投げてんだよね。そう、渡辺投手は51試合8勝3敗、はい、防御率は 2.40、はい、で33のホールドポイントを、ね、そうですね、上げてんだよね、うん、ただ山下純平太というのは9勝3敗、防御率は 1.61、はい、16試合登板ね、うん、これあれですかね、やっぱ開幕投手も務めたりとか、うん、まあ、前半というか、まあ、まあまあそうだね、当初ね、はい、すごく活躍目立ちましたけど、はい、まあ、開幕投手もね、うん、まあ、務めたけども、やっぱ圧倒していった、うん、その投球っていうのが皆さんの心というか脳裏に焼き付いたのかなという感じはするしね。確かにすごく印象的ですよね、うん、やっぱりね、どうしてもやっぱ先発ピッチャーの方が目立つよね、うんうん、で、まあ8勝を挙げてても、うん、渡辺が、うん、やっぱ中継ぎという、うん、いつ出てくるんだというような、まあところと、うん、まあ、山下俊平太っていうのはもう先発で、うん、ね、今日投げるっていうのをね、うん、告知されて、うん、まあ、それとやっぱこうチームがやっぱ3連覇してる中で、うん、開幕投手、はい、ね、もう務めたし、うん、まあ、その中でその1勝というね、うん、重みというのはやっぱ違ったのかなという、ね、これはねどうしようもないんだよね、やっぱ印象として、うん、チームのその勝ち星というか、うん、チームの順位というのがね、まあ、大きく
やっぱ左右する時があるよね、やっぱりね、うん、これもしょうがない。まあそうですかね、うん、それとやっぱり山下俊平太っていうのはやっぱ先発、うん、まあ、渡辺っていうのが中継ぎでね、うん、やっぱり印象的にはどちらが残るかっていうと、まあ山下俊平太ってのは圧倒していって圧巻なピッチングがあったからね、うん、投げてる時っていうのは、うん、だからまあルーキーらしく、まあ、体がまだ出来上がってないという、まあ、完全なルーキーではないんだけども、うんうんうん、なんかまだまだこう発展途上の中でね、やっぱこう開幕投手を務め1シーズンをフルに投げようとしてたんだけども、ちょっと故障が来たという ね、まあ、それで、まあ、どうかなっていうような競り合いになったと思うんだけども、うん、やっぱりチームの優勝、そういったものがやっぱ左右したのかなっていうような感じがするよね、うん、まあでもおめでとう ね、もうなんかいやもう新人賞というだけあってね、まあそうだね、インタビューもなんか初々しくてね、うん、もうずっとこれがいつまでも残るね、新人賞1回しかないですね。まあそうだね、まあ両投手ということで ね、やっぱこっちはあの阪神は日本一から選ばれた、うん、ね、オリックスは3連覇の中から選ばれたという ね、まあ両投手だけどもね、はい、本当にこうなんていうものかな、圧巻していくというか、うん、あ、ものの大きさを山下俊平だっていうのは感じるよね。うん、だから、まあ、山本が抜けるけども、うん、ポスティングでね、うん、抜けちゃうけどメジャー行っちゃうけども、なんか山下俊平だがこれから山本の代わりで、うん、どん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 投げてくるのかなっていうふうに思うと、まあ、心強いピッチャーだよね。ね、うん、まあでも両投手とも素晴らしい成績でした。うん、はい、ね、というようなことで、はい、新人賞は村上投手と山下投手ということで ね、はい、はい、さて、さあ MVP、 はい、これも ね、もう本当にまだかまだかと思いながら発表ありましたが、そう、一番最後だ、はい、こうなりました、はい、はい、まあなんと村上投手はダブル受賞ということで、ね、はい、 MVP は阪神の村上投手、はい、オリックス山本投手ということでした、はい、まずね、うん、話したいのはやっぱりオリックスの山本投手から、うんうん、これはね、もうね、なんか鉄板だな、もうあれだけのタイトルを取り、ね、あれだけの勝ち星があり、うん、防御率もあり三振もありみたいな、うん、まあ、そういう中からやっぱ3連覇の中のエース、うん、また WBC に行って挑戦も難しかったと思うんだよね、うんうん、まあ、その中でやっぱ最多勝も取ってくれてるし、うん、ね、大きな貯金をね、チームにもたらしてるし、うん、これはもうまあ満足というか、まあまあまあ、これは文句言う人は絶対いないし、うん、まあ誰が取ったっていいんだけどもね、まあ文句って言ったら変だな、なんて言うんだろうね、まあみんな納得というね、もう納得、うん、ね、もうチームメートも納得だし、うん、周りの人間も納得だと思うよね、うん、はい、はい、続きましてセリーグね、誰なんだろうっていう、これもね、これはね、いろいろ割れたと思うよ、ね、うん、まあ例えばその大山であったり、うん、野手で言えばね、うん、大山であったり、あの近本であったり、うんうん、はたまたね、恐怖の8番バッター木浪もあるんじゃないかって、はい、いや本当にね、今年の阪神の活躍を見てると、うん、誰が取っていいの、誰が取るんだろうっていうすごく楽しみがあったんだよね、うんうん、で俺は野手出身だから、うん、その大山のあの我慢というかそういうものがなんか心を打たれて、大好き大山選手ね、そう、豊さん、そう大山に行くんじゃないかなっていうような言ってましたよね、取るんじゃないかなと思ってたけども、うん、まあ、発表されたのが村上という、うん、でも村上をね、うん、辿ってみると、うん、まあ、最初途中からだったよね、パッと出てきたのが、はい、まあ、それでも圧巻のジャイアンツ戦で投球をし、そしてまあ、安定したピッチングをずっと続けてて、うん、でクライマックスの頭、初戦誰が行くんだろうって言ったら村上を持ってきた。そうでしたね。で、日本シリーズの初戦、はい、誰を持っていくんだろうって村上を持っていった。はい、やっぱね、今年1年かけて、うん、この信頼を勝ち取った村上のこの投球と、やっぱ岡田監督がやっぱこう一番手に指名するだけの信頼度を掴んだよね。もう、それは数字なんに出るものではない、うん、成長率だよな、うん、だからそれをやっぱ村上がやっぱこう監督に、見せていったというか、ね、うん、絆ができていったというか、これはやっぱ大したもんだと思うよね、ね、うん、
もうこのね、まさかのダブル受賞って言っていいのかどうかですけれども、いやーそうだな、あのシーズン始まる時には予想がつかなかったって言っても多分いいですよね。いや全くつかない、全くつかないよ。この結果っていうのは素晴らしいですよね。いや素晴らしい、うん、あのやっぱりね、なんていうのかな、この子は村上は我慢強いな我慢強いし、チームのために本当に投げてる感じがするよ、うん、本当に印象に残るのは、まあ、動画の中でも、うん、別の動画の中でも何回も言ってるけども、うん、楽天に行った時にね、交流戦で、うん、はい、もうみんなヘトヘトでチームの状態も悪かったんだよね、うん、まあ、その時に完投負けしてるんだよね、はいはい、ありましたね、うん、その時ってやっぱりリリーフ陣がもうちょっと登板肩が来てて、うん、休めさせなきゃいけない、うん、で自分は1日前に、うん、仙台に入って、うん、まあ、待機をしてる、はい、まあ、その中で完投をねし、他のピッチャーを使わず完投負けした試合があるんだよね、うんうんうん、あの試合を振り返るとさ、やっぱこうこの村上ってなんていうの、チームのために本当に必要なピッチャーだし、うん、チームのために本当に投げてるなっていうようなね、まあ、そんな感じがするんだよね。なるほど。だから阪神は今年本当にみんな活躍したよ、うん、はい、それは岩崎だっていいしさ、ここ、ね、うん、抑えのエースと言われた、うん、はいはい、で坂本だっているし、はい、キャッチャーのね、うん、でそう考えると誰が取ってもいいんだけども、うん、まあ、村上っていうのはやっぱこう成長率と信頼度、うん、ね、これを勝ち得た、まあ、シーズンだったのかなという ね、まあ、そんな感じがするよ。このね、あの今回ダブル受賞ということでね、うん、またそれがね、またさらにね、素晴らしいものになる証明になりますよね。いやいや、もう本当によく頑張ったと思うしね、うん、日本シリーズでも山本に投げ勝ったとかね、すごいですね、まあそういうこともあるし、うんうん、だからあのコントロールの良さとか、なんかちょっと人と変わったボールを投げるらしいんだよね、うん、ジャイロボールみたいにさ、なんかこうアメリカフットボールをこうボール投げるじゃん、はい、こういう回転で来るじゃん、はいはい、ああいう回転で来るボールもあるっていうんだよね。だから特殊球もなんかねちょっと持ち合わせてるということで、まあでもね良かったなと思うよ、ね、まあ誰が取るかっていうのは本当に阪神の中からしか選ばれないだろうなと思いながらも、うん、候補者がいっぱいいただけに、確かにね、うん、まあだけどね、村上で良かった、うん、ねえ、もうこのシーズンは村上投手にとっては最高のシーズンだよね。人生においてとても重要な1年だったでしょうね。まあそうだね、うんうん、まあだけどこれが一つの成績のベースになってくるから、はい、そこにプレッシャーに打ち勝っていってね、まあ来年も今年みたいな活躍をね、まあ、していってほしいなっていうふうに思いますよ、ね、もういつの間にかね、はい、阪神の中でね、もう信頼のおけるピッチャーということになってるのでね、昨年一勝もしてないピッチャーだからね。そうなんですよ。だから今年からでも岡田監督もうまく使ったと思うし、うん、まあその信頼に応えた、ね、起用に応えたっていう村上、うん、まあ、偉かったなというふうには思います、うん、ね、もうまあ俺は野手出身だからピッチャーってなかなかなんかね、こう山本みたいにあれ圧巻じゃないだとあれだけども、なんかね大山の気持ちを考えるとなんか大山にもやりたいなって、やってあげたいなって、豊かのあのヒーローみたいに、いやいや豊かの MVP はもうじゃあ大山選手ということですね、うん、なんか送っときましょうか。そうだねでもあの村上に関してはもう何ら異論もないし、うんうん、ね、いや本当におめでとうって心から言えるしね、うんうん、でも本当にチームのために投げるエースだなっていうふうに感じました、うん、またこれからも楽しみですもんね。本当だね、本当にまだ若いしね、うん、本当だね、うん、まあオフ疲れをね取ってね、はい、まあ、来シーズンも同じような活躍をね期待してます。はい、ね、はい、おめでとうございました。おめでとうございました。